東北エリアのウェザーニュースアップデートです。今日もあいにくの空が広がり、冷たい雨が降ったりやんだりの一日でした。南部の桜もこの雨に打たれて花を散らしてしまったようです。福島県のライフさんからは、相変わらずの川沿いの強い風と冷たい雨で舞桜がある並木はハラハラと花びらが散っていますとリポートをいただきました。さて、週末はお花見に期待できるのでしょうか。明日の詳しい天気を見ていきましょう。明日は南部ほどお出かけ日和、暖かな日差しが届いてお花見にもぴったりです。北部は雲が多いものの、日本海側ほど日差しに期待できそうです。ただ天気が変わりやすいので、にわか雨に注意が必要です。週末のお出かけは急な雨にご注意ください。雨のタイミングはピンポイント天気でご確認できますので、お出かけ前にチェックすることをお勧めします。それでは、ウェザーニュース。